P-29P-29 は、ボーイング社製のアメリカ陸軍向けの試作戦闘機。成功作の P-26 の改良型として、試作されたが、P-26 からの性能向上はわずかに、とどまり、正式採用はされなかった。ボーイング社の社内故障は、モデル264。本機と、ほぼ同仕様の海軍型に、 XF7 バイトがある。P-29 の試作は、アメリカ陸軍の委託のもとに、ボーイング社が自費で進めた、車内故障モデル264に始まる。アメリカ陸軍が与えた、試作番号は、XP-940 である。モデル264は、基本的に、P、P-26 の発展型であり、相違点としては完全な型持ち翼を持ち、 フラップ、密閉式風防、そして引き込み式主脚を備えていたことが挙げられる。風防は、幅が狭く前後に長いスライド式のもので、主脚は後方に引き込まれ、車輪は半分露出していた。他には、エンジンの多いが、P、P-26 の幅の狭いタウネンドリングから、全体を覆う、中式のカウリングに変更されていた。それ以外の胴体とビブは、 武装も含めて P-26 と同一だった。モデル264は1934年1月20日に初飛行をし、XP-940 の名のもとに陸軍の試験を受けることになった。XP-940 は高度3048メートルで時速354キロメートルの最大速度を達成したが、 ギリギリまで狭められていた風貌が、パイロットの視界を妨げたため、3月、ボーイングは、標準的な開放式コックピットに戻し、ビブまで続く長いヘッドレストを設けた。また、エンジンは、プラットホイット 2ER-1340 から35に換装され、エンジンのカバーも B-26A のそれに、類似したものに変更された。 九百三十四年六月、試験の構成席により、陸軍は、x p 九百四十の試験の継続と、新たな二機の試作を決定した。追撃機として p、p 二十九の故障が与えられ、x p 九百四十は、y p 二十九 a となった。他の二機の故障とシリアルは y、y p 二十九 y p 二十九 b であり、 なぜか2号機が、型番、シリアルとも最も若いものとなっている。陸軍から発注された2機目の試作機 YP-29 は、風防を余裕のある大型のものに変更し、さらにリンを収納式に改めていた。エンジンは R-1340 から35を装備していた。YP-29 は1934年9月4日に、 軍に納入され、飛行試験において、速力時速 402km、上昇力毎分 488m、実用上昇限度 7925m、絶対上昇限度 8138m、航続距離 1287km の性能を発揮した。時長は 1138kg、全備重量は 1596kg だった。 この新しい風防は、時速 400km の作戦速度において、パイロットを保護するのに有効であったが、着陸速度が速すぎると判断され、フラップの回収のために工場に送られた。その後も試験は続けられ、エンジンを R-1340 から39に換装し、可変ピッチプロペラを試験装備した。三期目の試作機 YP-29B は、 回収後の YP-29A に類似した開放型コックピットを持つ機体として完成した。YP-29A との相違は、YP-29 と同様のフラップの追加と、オリンの収納化、そして主翼上変エリズムの一度増加である。YP-29A、YP-29、YP-29B は、 テストの結果いずれも実用試験を示す Y が外され P-29A、P-29、P-29B となった。これらは P-26 よりも高速であったが重量増加により上昇力と運動性は低下していた。アメリカ軍はその結果について優先順位を再検討し本機の量産発注をキャンセルした。 3機の試作機は、その後、実験目的のために使用された。x p 3には、P-29 のエンジンを 700HP の R-1535 から1に換装した方に予定された故障だが、実機は製作されなかった。ありがとうございます。